が優勝することを目指していた一つの大会なので泣く泣くしまってとても残念な気持ちです。久しぶりに練習再開できて個人が強くなっていることもだいぶ分かってきたし、これからももっと走れるチームになりたいと思います。私たちにとって最初で最後の優勝なので全力で1位を目指して頑張りたいと思います。大分高校3年バスケ部の清志楓です。今まで主練が外走ったりとか陸上みたいなことしてたのでボールが触れて幸せです。あんまり実感が湧かないから試合がなくなったのは悔しいけど、まあ、次に向けて頑張るっていう感じ。今日中止になったって聞いてすぐはちょっとやる気がなくなったわけじゃないけどなんかそういう感じだったけど、まあ、今はみんなでやる気があって練習するって感じ。今までの練習を続けていけばこのまま勝てると思います。北高校4番有住春奈です。個人で走ったり体幹や筋トレをしてました。前より筋トレしたことでちょっと強くなった気がします。最後のインターハイの経験ができなくてとても寂しかった、悲しかったです。みんなで6年間プレーをしてきて最後の集大成なので絶対ウィンターカップ出て戦いたいです。大分高校3年バスケ部山田明です。全国に行く機会が1回減ったんだなと悲しいんだけど、ウィンターカップで行けるよう練習に励もうと思いました。3年生になってからまだ1回も大分県チャンピオンになれていないので必ず なりたいと思います。それぞれの技術のアップとチーム力がもっと上がっていったらなと思います。